らっしゃいませ。午後もあるね、7時。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。はい、それではですね、本日はレクトラベル主催の大香川さくらクルーズご乗船いただきまして誠にありがとうございます。方向に際しましてお客様にお願いとご案内等ございますので、ね、ぜひ聞いていただければと思います。まずこのご乗船いただいている金萌号、大岡川をクルージングするために作られた船でございましてね、フルオープンデッキのお席から周りの景色をゆっくりとお楽しみいただくことが可能です。航行中ですね、急に強い風が吹いてくることがございますので、お手回りに飛ばされないように十分お気をつけください。また急に船が大きく揺れることがございますのでご注意くださいませ。緊急時などには船長乗組員の指示に従い落ち着いて行動くださいますようお願いいたします。ご着用いただいているライフジャケット、着水時ね、自動膨張式となっておりますので、勝手に広がるんですが、万が一広がらなかった場合、右手のですね、赤いプラスチックのついた紐を引っ張っていただくと膨らみます。緊急時以外は、膨らむと大変なので引っ張らないようお願いいたしますね。またお手洗いなんですけれども、後方に簡易的なものがございます。ちょっと屋根上げたりしないといけないのでね、緊急時などに、お声をかけいただければと思いますので、ご一緒にご参加よろしくお願いいたします。寒いね。さっきやっていきました。今日はお休みということもありますね。こうやってマリンスポーツに集まれている方もたくさんいらっしゃいます。さあ、北方式を降りますね。正面から左手側の方に大きなビルがございます。こちらは横浜市役所でございます。視聴者といたしましては8代目の庁舎にあたりまして、高さ155メートル、地上32階建て、地下も2階までございます。1階2階部分はショップ&レストランなど、店舗がたくさんですね並んでおりまして、地域の方、また観光客の方などが気軽に集い、憩いの場として利用することが可能です。はい、こんにちは。ご覧いただいているこちらの乗り物、スタンドアップパドルボートというものです。また後ほどですね、このスタンドアップパドルボート発着所がございますのでね、そちらの方で詳しくご紹介させていただこうと思います。さて、正面に赤い橋がございます。こちらは弁天橋でございます。さあ、弁天橋の、四つ角親柱というものがございます。黒いね、柱のようなもの立っているんですけれども、ぜひご注目ください。右手側が、1枚、左手側が2枚、奥の方に行きますと3枚、4枚という形で、全ての親柱が違う形をしている橋となっております。とても珍しい、構造になっておりましてね、この大岡川に、かかっている橋、ほとんどが震災復興橋というものでして、この震災復興橋、親柱が特徴的なものが多いです。このクルージングのですね、楽しみ方の一つとしても、この橋を見比べていただくというところもございますのでね、ぜひそういったところにもご注目いただければと思います。
この辺りは作業船の停留所となっております。大久川におきましてはね、この辺りまでが、船が停留することが可能なスペースとして活用されております。これよりくぐります橋が大江橋です。大江橋の時にはちょっと電車が通ってますね。こちらは JR 京浜東北歴史線の線路です。右手側桜木町駅と左手側関西駅を結んでいる橋です。もともとこの辺りに桜川という川が流れておりまして、その川が名前の由来となっているんですが、残念ながらですね、この桜川、埋め立てられてしまって現在はございません。まあ、しかしね、桜の名所として知られるこの大岡川らしい名前がこの桜川に付けられております。この先に抜けますと、ところどころ桜の木々が見えてまいります。ここで一点ちょっと注意事項があるんですけれども、桜の木だいぶ川の方へとせり出てきているものが、ございます。また後ほどね、この理由などについてもご説明させていただこうと思うんですけれども、このせり出てきた枝大変危険だったりもします。また触ろうとして、触れてしまったり、また折ってしまいますと、そこから桜の木腐ってしまって来年咲かなくなってしまうんですね。ですので、万が一そういったもの近くに来ましても触らないようにしていただきますようお願いいたします。正面にはですね、宮古橋という橋がご覧いただけます。もともとは野毛橋という名前だったんですけれどもね、現在は宮古橋という名前に改名されているんです。この橋くぐりますとね、横浜のこの大岡川一番桜とも呼ばれている桜が、左手側にあるんですけれども、比較的早い段階から、花を派手に咲かせることから一番桜なんて呼ばれたりもするんですが、現在まだだいぶつぼみを持っている状態ですね。今年開花予想、されてはいる、開花予想だいぶね、最初の頃と比べると長引いてしまっておりまして、現在、ところどころ桜が咲いている部分もあるということでね、そういった桜を探していただいてご覧いただくようになると思います。右側に歴史を感じる建物がございますね。こちらは横浜宮古橋商店街、通称ハーモニカ横丁でございます。でこの建物の中にはね、たくさんの飲み屋が、店を連ねているんです。1964年の東京オリンピック開催に伴いまして、この辺りの街の景観をきれいにしたいということで、自治体がですね、たくさん出ていた露店などを建物を建てて、その中に集約したことがこの宮古橋商店街の始まりと言われております。さあ、これからくぐりますのが宮川橋でございます。さあ、この宮川橋、奥に水色の、水道管がかかっているんですけれども、この水道管、この大岡川の河口を、下流部ではですね、特に低い橋となっておりまして、現在だいぶ潮を引いているんでね、そこまで低いのは感じないかと思うんですけれども、満潮時などにはもう頭上すれすれを通ることもあるんです。いや、綺麗なんだろうな、入ったらご覧いただきますとね、レンガ作りの柱がずらっと並んでおります。ここがチェリーリバでございます。文字通りね、英語で桜チェリー、そして川がリバーということでね、桜と川、桜川を組み合わせて作られた名前でございます。桜を見に来た方や地域住民の方、安らぎ、また憩いの場として活用できるようにという願いを込めて作られた公園なんですね。普段は地域のね、住民の方や会社員の方々が、ね、ここでお昼ご飯を食べている姿などよくご覧いただけます。またお散歩の休憩所としても利用されているものです。
右側が主に桜といえばで有名なソメイヨシノですね。そして、左側の方なんですけれども、ソメイヨシノとともに植え替えが進んでいる新たな人体アケボノという桜が、並んでいる部分がございます。もともとはね、この大賀川というのはソメイヨシノの桜並木があったんですけれども、ソメイヨシノ大変病気に弱い桜だということ、またこの大賀川を彩り続けましてね、だいぶお年を召されてしまいました。そのご高齢な、ソメイヨシノ倒木の危険性などもあるということで、予告診断などの結果を経て、伐採が進められ、新たな人体アケボノという桜に植え替えられてしまっているんです。この人体アケボノに植え替えられている理由というところについてなんですけれどもね、まず、ソメイヨシノと人体アケボノ、それぞれ特徴をご紹介させていただこうと思います。まずソメイヨシノがですね、寿命はだいたい60年、横の方に向かって大きく枝を広げていくのが特徴的でございます。江戸彼岸桜と大芝桜を組み合わせ、江戸時代に作られました。このソメイヨシノ、もともとは吉野桜という名前で売り出されていたんですけれども、大変人気だったんですね。日本人の心に響く桜ということで、パッと咲いてパッと散っていくというところがね、受けたそうです。現在の駒込付近にソメイ村というものがございまして、このソメイ村で、作られたため、ソメイヨシノという名前が付けられました。こんにちは、左側の鈴木屋号でございます。でまた、もう一つの桜、人体アケボノなんですけれども、こちら、新しく植え替えが進んでいる桜です。特徴といたしましては、まだ若い木々ですのでね、木が比較的ツルツルしておりまして、上の方に向かって伸びているのが特徴です。傘形に枝が広がっていきます。ちょうど左手の方、ところどころ植えられておりますけれどもね、このちょっと白っぽい木が人体アケボノです。またこの辺り分かりやすくなっておりまして、歩道を真ん中を通りますと、左手側、道路側にはソメイヨシノ、川側の方ですね、こちら側には人体アケボノが植えられております。この人体アケボノ、咲きますと単行色というね、ピンク色に近い色、また開花時期がソメイヨシノより若干早いのが特徴的です。さあ、ここでちょっと右手側の方をご覧いただきましょう。青い看板が2つ並んでおります。その左側、ちっちゃい看板の方ですね、ここにちょっと、嘘のようなものがありますけれども、こちら日の出湧水というものです。この辺り、野毛山というものがございます。野毛山動物園なんて有名ですけれども、この野毛山という山から湧き水がここから出ているんですね。関東大震災の際には非常用水として多くの人命を助けた水でもございます。現在は飲料水には向かないというところなんですけれども、生活用水として活用できるということでね、大変期待されているんです。はい、こんにちは。川沿いで、ご飯などを食べられましたね。お花見、満開シーズンになりますと、このようなお店だったり、あと、桜並木のところ、出店などもたくさん並ぶようなところもございます。さあ、これからくぐります橋が末吉橋でございます。この末吉橋、江戸時代より東北寺から子供園塾につながる歩道にかかる橋だったそうです。植物、
また樹木などというのはですね、まあ、光合成しますので太陽に向かって伸びていくそうなんですね。まあ、ですので上の方へ上の方へと伸びていくんですが、この川沿いに植えられた木々、水面から反射する太陽光がございます。その太陽光をですね、直接の太陽の光だと勘違いしてどん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 、川の方に向かってせり出て枝が伸びてくるそうなんです。ここで正面をご覧いただくとね、赤い橋が見えてまいりました。この橋、大田橋でございます。まあ見た目がね、とても歴史を感じるレトロな作りということで大変人気の橋なんです。親柱ぜひご覧くださいね。この親柱、常夜灯になっておりまして、もうなんとも江戸時代に、タイムスリップしたかのような見た目となっておりますけれどもね、夜になりますとこの中光がつきます。この橋の名前はこの辺りの地域、大田町という町の名前から橋の名前が付けられております。実は大田は現在は桜並木になっているんですけれども、昔は桜並木じゃなかったそうなんですね。大昔柳の木の、並木が作られておりまして、この柳の木の並木が、時代とともにですね、植え替えられ、現在桜並木へと変わっていって変わっていったんですけどね、つい昨年まではこの大田橋のすぐ横に、その桜並木として植えられていたのであろうか、柳の並木として植え替えられていたのであろうか、柳の木がですね一方だけ残されていたんですけれども、今年に入りましてね、昨年中に、伐採されてしまいまして、現在は、姿を隠してしまいました。正面にございますこの緑色の橋、栄橋です。平成3年に竣工されまして、まあ、平成に作られた橋らしくですね、橋の欄干という場所にホログラム加工があり、装飾がありましてね、特徴的です。栄橋をくぐりましたら、正面若干左手側の方をぜひご覧いただこうと思います。まあ、桜の木の並木道となっているんですが、ここにちょっと変わった木が植えられているんですね。青々とした緑色、何やら黄色い木のようなものがご覧いただけます。なんとここにみかんの木が植えられているんですね。まあ、大田みかんなんて言われてもいますけれども、このみかん夏みかんの仲間だそうで、大変酸っぱいそうです。まあね、食いしん坊の方いらっしゃったとしても、まあ、落ちていても食べないようにしてください。正面には白金神道橋がございます。まあ、文字通り歩道橋となっておりますね。左手側の方には、富士見川公園という公園があります。まあ、この公園の中には比較的早咲きの桜などもございますのでね、もうつぼみを蓄えてちょっとあの上の部分花が出てきているようなものもございますね。赤みを帯びた、色の木々がたくさん並んでおります。まあ、これもうすぐ、開花というところではないでしょうかね。まあ、子供も遊ばせながらゆっくりとお花見をお楽しみいただくことができるということで、この辺りの新規住民の方にも大変今不安となっております。正面の欄干が水色の橋、こちらがですね老慶橋でございます。この左手側、吉田神殿という場所だったんですけれどもね、吉田神殿開発時に道慶という旅の僧の方が村人のために資材を投げ打ち、そして、技術者などを指揮して、架けた橋ということでね、道慶橋という名前が付けられました。まあ、それにより暴れ川だったこの大岡川を、
村人たちは簡単に渡ることができたというねエピソードがございます。親柱こちらもぜひご注目いただきたいです。親柱、なんて言うんでしょうね、丸がたくさん連なりまして知恵の輪のような形をしております。こちら、旅の僧の方々杖を持ってますね。この杖獣除けのために、音が鳴る、金属がついてます。尺状というそうですね。この尺状をデザインして作られた親柱でございます。ちょうど今右にある木なんですけれども、一番先端下の方を見るとね、ところどころゴミのようなものついているかと思います。こちらですね、水面潮が上がりますと水に浸かってしまう部分なんですね。川に浮いたゴミなどが、この先端部分に浸きますというところで、川に向かって伸びた結果、このように水がつきましてね、場合によってはこういったところから腐っていったりもしてしまうんですね。本線の正面に、橋がかかっておりますが、この橋、日本橋という名前です。さあ、欄干の部分、よくご覧ください。こっちから見るとね、漢字の入るという文字になっております。内側から見ると人という文字なんですね。二面性を持ったちょっと珍しいデザインの橋です。もともと一本の丸太の橋がかけられていたことから一本橋という名前なんだそうですね。この橋の欄干のデザインをしたのが住川喜一さんという方で、この住川喜一さん、先ほどご覧いただいた道系橋の親柱もこの方がデザインしたものです。皆様が知っている有名なものですね、東京スカイツリーの、監修を務めた方でもございます。さあ、本線この辺りで U ターンさせていただきます。大賀川、この先も上流部分にはもうちょっと行きますとね、舞田公園という大きな公園や、桜プロムナードというもう綺麗な桜並木がね連なる、この川沿いの道があるんですけれども、お時間の関係などもございまして、この辺りでのユーターンとなります。ちなみにこの大賀川というのが、磯子区にある円海山という山から湧き出た水なんですね。この標高150メートルぐらいのところから湧き水が出ております。間近でご覧いただくことも可能でしてね、この円海山、ハイキングコースとしても人気がございまして、近場にもですね、たくさん自然豊かな観光スポットなどございますので、ご興味ありますのでぜひ行ってみてくださいませ。U ターンしましてね、これから左手にすれ違う水色の船、こちらが水鐸でございます。横浜港で活躍している水上タクシーですね。先ほど皆様がご覧いただいた日本丸のすぐ横に何やらですね、海の上に浮かぶ、小屋のようなものがあったかと思うんですけれども、この時はバーの、レストランのようになっております。水上レストランから象の花までを結んでいる水上交通です。片道確か700円ぐらいで、6人まで均一料金で乗ることができますのでね、1人当たりの料金ではございませんのでね、大変大人数で乗られる際にはお手軽な金額でご移動ができるということで重宝されております。すぐ左です。建物の上に鳥がいます。この鳥、伊勢鷹くんという名前なんですね。伊勢崎警察署のマスコットキャラクターでして、この黄金町交番の上にモニュメントとして飾られているんです。実は神奈川県下の交番でこのようにモニュメントなどを展示している場所、この黄金町交番だけということでね、大変珍しい交番でもあるんです。
表示いただきましたが、桜ところどころ木の中に一輪に咲いているものがありましたという状態でございますけれども、右側になっていきますと奥の方の先端に桜ちょっとだけ咲いているのがありますけれどもね。あったあった。まあ、こんな感じでポツリ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 と、ちょうど右側のなんてだいぶ咲いているのがいくつかありますけれども、こんな感じでポツリポツリ咲き始めて、まだこれでも、おそらくこの木が標本木だったら開花ぐらいな状態でございます。他の木だったらまだ開花なんていう情報出されてませんね。この開花という情報、どのような、ルールのもとに定められているか皆さんもご存知でしょうかね。実は決まりがあって、標本木、標準木というものが決められております。この神奈川県ですとね、横浜地方気象台の方にソメイヨシノが植えられており、その木がですね、標本木となっております。この標本木が、5輪から6輪程度咲き始めますと開花の情報が発信されます。そして、桜が何割咲きましたよっていうところでようやく満開です。桜桟橋でございます。先ほどスタンドアップパドルボートをご覧いただきましたけれどもね、この桜桟橋から活躍しております。非動力船専用の桟橋として活用されているんですね。非動力船というのはエンジンに使わない人の手で動かす船でございます。名称はスタントアップパドルボートといいまして、ハワイ発祥のマリンスポーツです、いい運動にもなりますし、あとバランスを取るため体幹も鍛えられるということでね、女性などからも大変人気の片船が発着しております。エアキャビンでございます。この横浜エアキャビン、一番高いところで高さは約40メートル、片道およそ600メートルほどの距離をだいたい5分ほどで運行しております。1500円というお得なチケットもございますのでね、ぜひご利用になってみてください。ちょっと今触れさせていただいて、この大きな観覧車コスモクロック21という世界最大の時計機能付きの観覧車でございます。全長は約 100m、 1周15分ほどで回っております。
している部屋などもございまして、その受付カウンターなどがございます。実はそこ展望フロアとしても活用できますので、上からのですね景色なども、気軽にご覧いただけるポイントとしてがあるそうです。そして正面から右手白い建物ございますね。こちらは皆様もご存知有名アパホテルでございます。アパホテルどこにでもありますけど力の入れようが違うんです。なんとアパホテルさんが、設計から全て行ったホテルでして、なんと国内の客室数第2位、そして1棟あたりの客室数においては第1位でございます。2300室ほどこの中に入っております。さあここで U ターンいたしまして、真正面ヨットの帆のような形の建物ございますね。こちらが横浜グランドインターコンチネンタルホテルです。高級ホテルでございますけれどもね、建物の右側面上部に約4メートルほどの女神像が設置されております。世界平和の願いを込め平和を導くということでね、導きという名前が付けられた横浜ベイブリッジという横浜港のシンボル、玄関口の方を見ておりまして、入出港する船舶の航行の安全を見守ってくれております。そして真正面にはですね、横浜で一番高い建物ランドマークタワーがご覧いただけます。高さは296メートル、現在日本で3番目に高い高層ビルです。もともとは日本で最も高い高層ビルだったんですけれどもね、時代とともに高いものがどんどん作られるようになりましてね、現在3位まで転落してしまいました。さあちょうど右側、たくさんの人が歩いているのが北道でございます。もともと赤レンガ倉庫と現在の桜木町駅、旧横浜駅を結んでいる、税関線が走っていた線路を横浜博覧会の後有効活用いたしまして、再整備し、このようにですね歩道として利用されるようになりました。この北道にもですね、桜並木がございます。中世ヨーロッパの中、お城、お屋敷のような見た目のものがございますけど、こちらアニベルセル横浜みなとみらいというね、結婚式場です。チャペルが2個ございまして、1日あたり、たくさんの結婚式が行われることもあります。まあ、いいお時間などになりますとね、この辺り一体鐘の音なども鳴り響きましてね、幸せムードに包まれます。さあこの辺りで間もなくご乗船いただいた日本丸へと戻ってまいります。ここでお客様へのご案内です。着船する際、船が揺れることがございますので、係員の指示があるまでお席にご着席いただいたままお待ちくださいますようお願いいたします。またご着用いただいているライフジャケットは、降りる際にですね、お外しいただきまして、薄物の上に置いた状態で下船してください。そして最後にお忘れ物が大変多くなっております。お手回り費を今一度ご確認いただきまして、落とし物、お忘れなものなどとないよう十分お気をつけてお帰りくださいませ。本日は大岡川を巡りますね、桜クルーズご乗船いただきまして誠にありがとうございました。スタッフ一同皆様の温のご利用これよりお待ちいたしております。本日はご乗船いただきまして誠にありがとうございました。